皆様こんにちは。日本語地球カフェの時間です。私はカフェの店長の宇沢です。よろしくお願いします。この番組は海外で日本語を教えた経験のある方をお呼びして、あれやこれやをお伺いする番組です。今回は澤智子さんをゲストにお迎えして、太平洋に浮かぶ島マーシャルでのお話を伺いたいと思います。それではパーソナリティのラリーさん、お願いいたします。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは。本日のゲストは澤智子さんです。では澤さん、簡単に自己紹介お願いできますか。はい、皆さんこんにちは。青年海外協力隊、現在の JICA 海外協力隊で2018年10月からマーシャルに派遣されていました澤智子です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。実はインタビューする方には事前に一つ質問をしていて、答えを考えてきていただいています。澤さんを一言で言うとという質問なんですが、答えを伺ってもよろしいでしょうか。はい、一言で言うと無計画ですね。無計画、はい、ありがとうございます。大変興味深い答えをいただきました。これについては3回目に詳しく聞かせていただくとして、本日はまずマーシャルというところについていろいろ教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本人にはすごく馴染みのある国というわけではないと思うんですけれども、マーシャルというのは大体どの辺にあるんでしょうか。はい、マーシャルはオーストラリアとハワイの中間ぐらいで、赤道の北、日付変更線の西側に位置しています。はい、赤道に近いため常夏で急な雨がよく降ります。うん、日本にやってくる台風はこの地域で生まれています。マーシャルは、正式な名前がマーシャル諸島共和国で、5つの島と29の環礁からなる島嶼国です。首都はマジロ環礁にあるマジロです。はい、ありがとうございます。なんかこう日本から行くのはすごく遠いのかなと思うんですけど、どうやって行くんでしょうか。はい、日本からマジロへ行こうと思うと2つの方法があります。うん、1つ目はグアム経由です。日本からグアムにまず飛んで、そこで一泊します。うん、はい、次の日にグアムからアイランドホッパー便に乗って、チューク、ポンペイ、コスラエ、クワジェリンの島を経由してマーシャルに着きます。うん、つまり何度も離着陸を繰り返しながらマーシャルへ向かわなければいけません。はい、グアムを朝に出発してマーシャルに到着する頃には日が暮れてしまいます。だいたい20時間ぐらいはかかりますね。そんなにかかるんですか。はい、何度も離着陸ってことはこうバスとかこう電車に乗ってるような感じで、降りてはまた乗ってまた行ってって感じですかね。そうなんです。はい、わかりました。それがまあ一つ、グアム経由の便ですよね。もう一つは、もう一つは、ハワイ経由です。はい、でハワイ皆さん行ったことがある方が多いと思うんですが、うん、日本からまずハワイに飛んでハワイでも一泊します。はい、でハワイからまたアイランドホッパー便に乗り換えて、一つ目がマーシャルです。うんうん、とても近いように感じるんですが、実は料金がグアム経由よりも高くて、乗り換えの待ち時間が少し長いので、はい、時間的にはそんなに変わらないです。でも予算がある方は楽なので、こちらがおすすめです。うん、はい、というかどちらで行ってもだいたい日本からだと20時間前後。そうですね、というわけですね。かなり大変そうですね。で、あの澤さんいらした時もはどちらで行ったんでしょう。あ、私はグアム経由で行きました。あ、じゃあこのバスのようなアイランドホッパー便に乗ったってことですね。そうですね、しかも 4回ぐらい往復したのですごいとても大変でした。大変でした。あ、そうですか、わかりました。気候は雨が多い。そうですね、雨が多いというかスコール
のような雨なので急に降り出して、で雨が止んだと思ったら急に晴れます。なかなか本当にあの南国の天気という感じですかね。うん、そうですね。わかりました、ありがとうございます。で、まあ、遠いということで物価というかね、食べ物のこう値段とかどうなんでしょうか。そうですね、遠いのでやはり輸送のコストがかかってしまって、うん、物価は高いです。特にそうですね、あのサンゴ礁の上にある国なので、うん、地産の農作物というのがほとんどなくてココナッツぐらいですね、はいはい、なので野菜や果物はとても高いです。いや野菜は どれぐらいの値段でしょう。スーパーで買うともう新鮮ではなくなった野菜が日本の4倍から5倍ぐらいの値段で売られていたりします。すごいですね。じゃあキャベツが今例えば日本で150円だとするとマーシャルで買うと600円ぐらいするという。そうですね、もっと高い時もありますね。それで新鮮じゃないんですね。そうですね、見るからにちょっと元気ではない野菜が売られています。そういうのでも沢さん、そういうの食べ野菜を食べないわけにはいかないですよね。そういう時はどうなさってたんでしょう。高いので冷凍の野菜を買っていました。そういうのじゃ輸送でこうどこからか運んでこられるってことですよね。そうですね、船便で、たくさん運んでこられるんですが、いや冷凍であってもたまにもう腐っていたりするので、うわなかなか袋を開けてみないとわからない時があります。わかりました。主食は何でしょう。主食は、お米です。じゃあお米は割と手軽に手に入る。はい、お米は腐らないので意外と安い値段で売っています。どうやって食べるんですか。日本お米っていうと日本だと白いご飯を炊いてって思うんですけど、そういう感じですか。いわゆるマーシャルの皆さんがよく食べる主食の食べ方というか、どうやって食べるんでしょう。日本と同じですね。じゃあ白いご飯に何かおかず。そうですね、でも野菜がないので白いご飯に、まあ、魚、白いご飯に肉とかが多いですね。そうですか、はい、分かりました、ありがとうございます。食べるものはそれとして、じゃあ住むところっていうのはどんなところに住んでらしたんですか。私の場合は学校のすぐ目の前のアパートの1階に住んでいたんですが、うん、はい、はい、いろいろ問題があって引っ越しをしました。どんな問題がありましたか。特に学校の目の前だったので、うん、学生がよく窓の下の壁にもたれながら夜中まで話していたりして少し怖かったです。あとは海、ごめんなさい、海に近いので、はい、家の中に湿気がこもってしまって、はい、白カビが生えてきたり、あとアリが、大量に発生したりしたので大変でした。海が近いというのは、例えば、じゃあ沢さん住んでるところから海まで行きましょうというとどれぐらいで行けるんですか。1分かからないです。1分かからないでも海。はい、そうです。そんな近いところにこう住んでたんですね。そうですね、とても細長い、よく言われるのが真珠のネックレスって言われるんですけれど、うん、アルファベットの C のような形をしている島で細長いので、端から端までの距離が短いですから、どこにいてもすぐに海へ行くことができます。なんとなくその勝手なイメージですけど、海のこう波の音が聞こえていいなとかって思うんですけど、そういうことではないんですね。カビが生えたりいろいろ困ることも多い。海の音で心が癒されたりはするんですけれど、よかった、はい、それと同時にいろいろな問題もあります。そういうことですね、わかりました、ありがとうございます。まあでもね、その日本と違うということでいろいろこう困ったなと思われたことってあったと思うんですけど、なんかどうでしょうか、日本にはないことでと思われたことって何かありますか。そうですね、引っ越しした後に少し離れた場所に住んでいたんですが、
家から学校まで10分ぐらい歩く間にたくさん犬に吠えられるんですね。犬？で、それ、犬です。はい、犬が、まあ、飼い犬なんですが、もうほとんど野良犬のように群れて追ってくるんです。で、それで、はい、その犬にいかに驚かずに冷静になってこう歩いていけるかっていうことで、ドキドキしながら毎日通勤していました。その犬って飼い犬ってことは飼い主がいるんですよね。そうですね。犬がいるけど、はい、出てくる。そうですね。鎖につながれていないので。その犬が集団になってきたときに、皆さんどうする？でもそれって普通日常茶飯事なんですよね。そうです。毎日ですね。ともこう普通住んでる方は特に問題ない。住んでる方は、まあ、餌をあげているので、住んでいる方には吠えないですね。で、同じボランティアの中でも、その餌付けして家の近くの犬が吠えてこないようにしていた人はいました。沢さんどうしました？私はもう全然こう動じないふりをして、うん、犬に絶対目線を合わせないようにして歩いてました。そうやって歩けば大丈夫？そうですね。余計に驚いてしまうと犬が興奮するので。へえ。じゃあれですかね。こう多くの家で犬を飼ってるってことですかね。それは何のために飼ってるんでしょう、はい、皆さん。皆さん防犯のためだと思うんですが。どんどん増えていますね。あ、そうなんですか。分かりました。それはなんとなくちょっとこうイメージが、海の近くでしょ、建物から1分あれば海に行けて、で C の形をしてるんですよね、マーシャルの国自体がね。 C までは行かないんですけど、ちょっと長細い形ですね。長細いですね、はい、でそこに犬がたくさんいると、はい、勝手にどんどん私の中にいろんなイメージができてきましたけれども、ありがとうございました。はい、楽しい話を聞かせていただきました。いかがでしたでしょうか。リスナーの皆様もマーシャルという国がですね、かなり具体的になったのではないかと思います。沢さん、マーシャルに日本語を教えに行ってらしたということなので、次回は日本から遠いマーシャルで一体どんな人が日本語を学んでいるのか、またどうして日本語を学んでいるのかというあたりをいろいろ伺っていきたいと思います。沢さん、本日はどうもありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ラリーさん、沢さん、ありがとうございました。まずマーシャルって改めて地図で確認してみたんですけど、太平洋に浮かぶ小さな小さな島なんですね。そして日本から飛行機で何回も何回も何回も乗り継いで20時間って、本当になかなか行けないところだと再認識しました。ただ南国の楽園みたいなイメージあるじゃないですか。でもそのイメージとこの現実とのギャップがとても面白くて、私はむしろさらにマーシャルに興味を持ちました。次回もとても楽しみです。さて、概要欄には沢さんからいただいた参考リンクも貼っておきますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録なども大歓迎です。それでは次回もお楽しみに。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りいたしました。